ういっす、はじま京志郎でーす。全く絶対に言わない元気さで言ったわ。ガラスのコップ壊しちゃったいやー、そのなんかさ、氷のサイズ、うちアイスピックでガンガンやる家なんですよ。なんかもうね、くせえのよ、冷凍庫、冷蔵庫の冷凍庫めっちゃ臭いの。うん、それで俺の口も今臭いな。なので、麦茶で浄化します。うま、危な、全部こぼれるとこだった。うわー、怖いな。下に20世紀少年あるから、今思ったらこれめちゃくちゃ怖いことしてんな。どうしよう、あ、今度解決策出そう。危ねえ。だからやっぱ水筒の方がいいな。こんな怖いことになるもんな。全部ここにかかるんだよ。20世紀少年超高かったんだから。まあ1万数千、まあ2万円弱、1万9000円くらいだった。高かったー。もうでも1回しか見てないあの俺紙の本ね、見ると明らかに見る見方が悪いんですけど、多分頭重いんでしょうね、太ってるから。その分なんか、まあ筋肉がないからすごい疲れんの、漫画読むの。俺漫画読む分には別にいいんだけど、あとライトの関係、光の関係ですごいなんか読めなくなったりするのと、紙の電子書籍っていうかね、俺電子の方が好きなんだけど、電子書籍って画質悪いのよね。でもなんか日本の悪いとこってさ、そういうなんだろうな、既得権益じゃないけど、アホばっか、やっぱその自分の利益優先のアホ。本屋が潰れるのは申し訳ないけど、でもそれって時代の流れじゃない、結局。商売って大変なんだなって思いますよ、結局は。だってもうほぼほぼさ、ほぼほぼって何に言い換えたか分かんないけど、飯がもうカプセルになったら、もうね、カプセルでそのサブスクでもううちに届くようになったらさ、いらないわけじゃん、結局。カロリー完全食っていうのは、超完全食、本当に完全っていう、うん、で筋トレ向け完全食みたいなね、筋トレに適した〇〇〇〇〇〇〇〇、いろんなものに適したそういうサブスクができ始めたらさ、まあ、飯はちょっとググッと落ちると思う。まあでも美味しいものを食いたいっていうのはあるけど、なのになんかさ、その出版社との兼ね合いで画質が悪いの、うん、本の。俺それ変えた方がいいと思う。まあ確かにちっちゃいからってのはあるんだけど、明らかに画質を悪くしてるっていうか、それちょっと前まではわかるよ。でも今2019年、もうすぐね2020年で対策をしていないっていうのはどうなのっていう話になってくるよね。やっぱりその、本ってめちゃくちゃ、その紙って画質いいんだけど、やっぱすごい読みやすいけど、これがムカつくの俺。ここ、あ、95巻ね。これ。これね。これがムカつくの。見れないから、真ん中。うん、見開きが。だから見開きってものをあんま作っちゃいけないけど、ドラゴンボール見たらさ、見開きが全くなかったんだよね。全くなかった。なんか、ちょっと笑っちゃった。その、半ページ見開きみたいな、半ページ全部使って横でこうやってやるの、こう読む感じで、やっぱそういうのって増えてきたんだろうね。フリーザ編まで見開きはあんまなかった気がするな。うん。でもワンピースとか、ワンピースとかすごい見開き多いよね。うん、で時代の流れなんだろうな、そういう。全くなかったから。ただ俺は、あんま好きじゃないんだよな。うん。でも、スマホだと今度はちっちゃいの、画面が。でもね、どんな体勢でも見れんのよ、やっぱり。あー、でもやっぱ、iPad mini とかが一番ちょうどいいのかもな。
一番でかい iPad も置きつ持ちつつ、やっぱそういうのも持ってた方がいいんだろうな。ドゥ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 俺紙好きだ。20世紀少年も本当は電子に対応してほしかった。紙だとね疲れんのマジで。って言って紙ちょっと見ないよって言い始めると、俺紙見たくない。20世紀ねえ、でも俺漫画って2回目見んよな別に。1回見たら終わりだよな。そう考えたらさ買わなくていいな別に。図書館とかでさ漫画村と、あ、漫画喫茶とかでいいんだけど、何回も見たくなるのってないのかね。うざ。こういうのが一番ムカつくんだよな。この、あのね、紙が上にちょっと出て、出っ張ってるやつ。なんか変に几帳面っていうか、そういう変な性格があるんですよ。なんかね。すぐムカつくみたいな。キングダムとかいいな。ちょうどいいサイズ感なんだよ。ちょっと大きいんだけど、20世紀少年これでかすぎるんだけど、こんなでかい漫画見たことない。うん。ビブルカードくらいのね、縦、いや、縦のでかさ、ビブルカードよりでけえよ、多分。でかっ！化け物かよ。な。ビブルカードよりでけえ。あと、ビブルカードの5色多すぎるの何？もう笑っちゃうくらいさ、5色が多くてさ、あと設定とかも難しいよな。六式と関連のある覇気を強化し的なこと言ってたんだけど、よくわからない。六式と関連のある覇気、なんか難しいよな。その設定って曖昧だけど、最近でもそのなんかあの SBS の情報がさ普通の感じになってきてるからいいわ。うん、普通の感じってわけじゃないんだけど、そこまで重要な情報はなくなってきた。あ、まあ、結構重要なんだけど、あ、なんか本当におまけ感っていうか、ちょっと前まで、ええー、みたいなね。白ひげのナタの名前、ナタっていうか、なぎなたの名前とか載ってたりして。俺白ひげ大好きなんで、めちゃくちゃ、ええー、重要って思ってたけど、そこまで、で、結構、今週もね、すごいんですよね。話が。結構いいとこまで収録してるわ。いいね。いい、し、ろ、や、と。やっぱ11話。これ買ったらすぐ最新話追いつけるね。でもなんか電子版の発売を1ヶ月遅らすのはやめてほしい。まあでも出版の伸びが悪くなるのはわかるよ。うん。300万も吸って電子版もあったらダメってのわかるんだけど、その記録的なそういうものを大事にしたいからこそ1ヶ月遅らすんだろうね。キングダムも遅れるんですよ。うん。キングダムも遅れる。7つの大罪も遅れる。だから、その出版社っていうか雑誌の一番すごいやつは基本的に1ヶ月遅れるんですよ。キングダムも遅れる。ワンピース遅れる。7つの大罪も遅れます。あともう一つなんだろうな。あんま、ま、あとなんかあるだろうけど、もう覚えてねえわ。うん。すごいやつはね、だいたい遅れる。一番売れてる。その雑誌の中で。でも、かぐや様、でも、ねえ、でも7つの大罪もな、めっちゃ長えな。1ヶ月遅らせるシステムはちょっとうざい。嫌がらせだよね、でもなんかでもそうしないとさ、買ってくれないから、紙を。みんな電子版買うから、でも1ヶ月って相当よ。せめて3週間にしてほしい。いや、でも2週間かな。いや、でもやっぱ売れないんだろうね。1ヶ月ってうざいね。ほんとに。うん。あれシステムだと思ったけど、違うんですよ。ただ意図的にやってんだよな。クソがよ。そういうの多いよ。もう、もっとさ、できるならもう、とんでもない画素数にしてほしいわ。でもそうしたらやっぱデータがすごくなるのかもな、漫画の。パンパンになるのかもしれない。本気の画質。紙画質。データで。でも、今の画質はないよな。ないよな。ダメだ、ダメな方向に行った、そういうやつで、純一さんを見てる視聴者みたいなね。こういうのになっちゃダメだよ。俺もこれからこうならないようにするから。うん。まあね。鼻水がすごい。あ、薬飲むわ。そうだ。
なんか喋り始めると、でも口呼吸でもうどんどんそのハウスダストを吸ってくるから薬飲む。怖いなこの。だからやっぱ水筒いいわ。スリムで1リットルくらいある水筒が欲しいな。お母さん帰ってくるまで俺は喋ってます。やることないんだよ、飯食いて。Here's my door in the hand of the dawn. When these and the wonder on the hill. When the morrow is the end of the dawn. Hey, how are we? Wait a minute, I'm going to be. No one can win the end of the day. Boo, 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 boo.サンデマーディウンドエルウッド。でも俺電子書籍で買ってんな。いざとなれば Kindle 買ったんで、あの Kindle スティック買ったんで大画面のテレビで見れるのでね、いざとなりゃね。でも遠いよな、やっぱめちゃくちゃでかいテレビ欲しいな、もう Kindle 見るため。でもね、字がね読みづらいね。あ、なんであんな嫌がらせするんだろうね。字くらいはさ、ちゃんと綺麗にしてほしい。うん。なんでそういうやっつけ仕事みたいなのね。別に、100歩譲って、絵はちょっと画質荒くてもしょうがない。ま、文字は、いやでも、絵の方もちゃんとしてほしいな。ちゃんとしたやつが勝つぞ。そういうとこ。でもこれからのやつは強いんじゃない？電子オンリーみたいな。いい画質でやりますよみたいな、そういうとこないのかな。ああ、でも俺考えたことなかったな。あの、その企業がなくなるってデータがなくなるってことか。じゃあもし Kindle やめるわってなったらやばいな。全データ吹っ飛ぶけど電子版の危うさってそういうところあるよな。うん。でも紙も紙でさ、俺結構ワンピースの保存状況結構悪かったからさ、適当にやってたんだよ保管は。いやーでもワンピースのカラバンおもろいな。ワンピースくらいしか2回目読まん。それまちもさ面白いと思うんだけど、俺の好みじゃないのかな。何なんだろうな、好きじゃないんだよ別に。うん。でもめちゃくちゃ面白い。それまち好き、面白いけど好きじゃない。ワンピースの方が好きだなっていう。うん。でも好きだったら、すごいなんか、楽しみ方が結構あるっぽいので、好きになれればよかったなって思いますが。でもぶっちゃけ、俺は紙と電子両方揃えたいんだよね。むちゃくちゃでしょ。うん。やっぱ見やすさっていうのは電子版。その、俺は、見開きをちゃんと見れないことにイライラ。見開きちゃんと見れないアレルギーなんですよ。見開きちゃんと見れない、見れないのムカつくアレルギー？ん？見開きちゃんと見れないの、いても立ってもいられない病なので、困るんですよ、見開きを見れないの。うーんってなっちゃうんで、そういう精神病なんですよ、俺は。あと、帯が俺世界で一番嫌い。こいつらが一番邪魔なんだよな、帯。ここにつけるやつ。こいつらほどいらねえんだよ。こいつが邪魔するんだよ、いつも。しれ！超怒ってます。帯が汚えからな。帯がないともっとかっこいいのにな。帯捨てようかな。でもダメなんでしょ、帯って捨てちゃう。なんかあれでしょ。いや、めちゃくちゃ貴重だもん。フィルムゴールドの帯とか、めっちゃ貴重。あのね、82巻の帯ってね、まあそんな貴重じゃないと思うんだけど、こうなってんのよ。こうゴールド、フィルムゴールドだから金になってるよ。ただそれだけ。うん。ただそれだけ。And more than ever. 帯が邪魔する。あれ？あ！お前ら一番ムカつくわ。帯だけで保管しておこうかな、もう。20世紀少年でもおもろかったな、漫画。
でも超能力って結局何みたいなのあったな。ああ、それはあるわ。それはなんか謎明かされるのかなって思ったけど、そんなに謎は明かされなかった。でもあんまちゃんとなんか編集者のそういうの見て老害だったね。うん。マシルド編集者の意見は貴重だったけど、そのアマチュアが稼げてるのがね悔しいんですよみたいなこと言ってたけど、やっぱちゃんとジジイだなって思った。アマチュアじゃないけどね、別にすぐジジイはアマチュアって言うよね。うん、まあでもアマチュアみたいなもんなのかな。でもね、でもな、 TikTok できないのってやっぱジジイなのかな。でもやっぱ恥ずかしくない？ TikTok やるって。だ、あれ、でも TikTok な、俺もな、そこカーストがそこそこのさ、JK とかだったらめっちゃ楽しめたんだろうな。顔も悪くなく、かもなく不可もなく、うん、で体型もね、かもなく不可もなくの。俺が女になってもデブだから楽しめへんよな。うん。いやでもやっぱ可愛い女になれねえときついな。TikTok 楽しめなくないか？あれ。やばいね。平行いで、って言う人。慣れの果てです。はい。何の慣れの果てかはわかりませんが。そこははっきりしなきゃいけないんですけど。ああ。ワンピース面白い。ポー。1月4日になったら漫画買いまくるからな、電子書籍。いやでもスマホ大きくしたいな。もうさ、金持ちになってさ、でかいスマホが欲しいよね。うん。スマホの中で一番でかいやつと iPhone のでかいやつとちっちゃい iPad と iPad2 個みたいな、もう金持ちになりて、もう意味もなく書いて、それも全然いらない1テラバイトみたいなの買う。もうバカの買い物する。脳が溶けてるね、買い物をしますよ。そういうことばっかしていきたいな。意味もなくさ、別に良さもわからないけど50万のイヤホン買ってさ、60万くらいするさ、プレイヤー、ポータブルプレイヤーとか機材環境を整えてみたり。俺もなんかそういうさ、沼にはまりかけてるわ。カメラとか買い始めたらそうなるんだろうな、俺も。でもやだな、カメラは。カメラは、いや別に嫌なんだよ。知識つけるめんどくさいこととか勉強はしたくないの。うん。でも、良さだけは享受したい。ああ、提示？受け取りたいのよ。うん、もうズルしていきたい。あずののまーぜーま。てか、やばいよな。漫画ってクソだけよな。ああ、でも割引されたら、作者に入るお金も割引されるらしい。んなことあんの？そんなひどいことする？っていうか、ただでさえ ワンピース440円くらいだけど、10分の1しか入んないんだよ、作者に。10分の9誰かに取られんだよ。カスみたいな商売だな、漫画家。もうその時点で印税かかってんじゃねえかよ。半分はもらった方がいいだろう。なあ。まあでもワンピースお金持ちだからなって思ったけど、いやでもおもろいな、チェーンソーマン、呪術廻戦、最近面白いなワンピース。なんかそのでも難しいよね、格みたいのもさ。うん、
格っていうのかな、中堅層ばっかって言うけど面白いけどね、漫画全部なんだかんだ言ってクソおもろいわ、マジで面白い漫画がいっぱいある。でもその漫画の格ってなんだろうな、売り上げかな、結局は売り上げは良くないけどめちゃくちゃ面白いのばっかだなね。え、鬼滅の刃も今2500万部か、もっといかないかな、1億部くらいいかねえかな、むずいな、だってもう終わるんだもんな、長く続かないと売れないよな、短くて売れてるのってなんかあんのかな、漫画 .com でも見るか、チャーチャララララララパッパパ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 パ、グッドモーニー、歴代発行部数なんだかんだ売れてる漫画ってめっちゃ冊数多いからな、スラムダンク31、アトム21巻、アトム21巻か、いいね、あ、タッチ14巻、すげえな、北斗の拳15巻1億部。ワンピース4億5千万部。すごいな、ワンピース。いや、ワンピースが俺好きだな。他に好きな漫画なんかあんのかな。あ、でも単純に今もう精神病全部治さなきゃな。気力がないんですよ、今。やっぱそれがあったらもっと読める、ワンピースは。って思ったけど、そんな変わんないだろうな。いや、あるよ。だって俺風呂入れねえんだもん、今。なんかができない。頑張れないんですよ。いや、頑張るの危ねえからな、やっぱり。頑張りは体に毒なんだよな。でもそこまでしないとその人をしのぐっていうのはできないんだろうね。あーでも漫画おもれえな。でも俺、は？何開くことができますって。一番怖い文字出たわ。クソが、なんか新しいダウンロードみたいなのされてんのかな、やだわそういうの。うざ、なんか勝手にダウンロードされて上に表示順来てんだけど、なめんなよマジで。ドラゴンボールもセル編おもろそうだな。魔人ブーはなんかよくわからないらしいけど、セル面白くない、吸収してってどんどん強くなるし、でそもそもさ、スーパーナメック星人みたいなで神様と合体したりするし、セル編までは買おうかな、ドラゴンボール。あとジョジョ買いたいな、一部4巻しかないから買おうかな。ジョジョ沼にもハマりそうだ。何ジョジョ沼って。でもジョジョ3部から冊数がクソ多いんだよな。俺は年明けに買うぞ、いっぱい。呪術廻戦揃えるでしょ。まあ持ってんだけど本誌で追っちゃってんのよ。でもいつでも気軽にパー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 って見たいから買う。呪術廻戦買います。でもビブルカ、まあ、チェーンソーマンも買うでしょ。アクタージュも俺なんか1巻買ってない。うん、なんでかってジャンマガ学園で1巻見たから
一巻くらい無料で買える時あるからその時手に入れようかな。アクタージュ無料になりそうにねえな。うん、でも永遠の消防隊もさ、やっぱケチっちゃダメだね。ブックウォーカーだとなんか見る気になんない。あの Kindle のちょっといいところって、あのこうスマホの見開きでこうやって動くじゃん。動いても繋がってることが多いんですよ。うん、あのブックウォーカーだとそれがなくて見る気なくなるの。あ、だから俺もジョジョリオンも買う、ちゃんと。やっぱ Kindle で買わなきゃダメ。いくらなんかその安物買いの銭失いじゃないけど、いくら金がないからって言ってそれは良くないわ。もう俺 Kindle 以外じゃ買えません。うん、いやでも Kindle っていうか、あ、俺買ってきた、わかんねえ、ちょっと静かにしよう。一旦やめるわ、帰ってきたっぽいから。